こんばんばは前回は動詞の活用における型崩れの話をしていまして第8形の動詞を例に出して説明をしていました。ですが紙面の都合で2つ目の例文を書くことができず、えー、終わりましたので終わりましたので今日はその部分を残りを説明したいと思います。型と 崩れとはい前回できなかった2つ目の例文をここに書きます短いです「マザ・タクタール」で書きました発音記号をつけると「マザ・タクタール」です 一つ目の言葉は、あれこれって出てきましたかね何何疑問詞の何なんですけど、ただの何ではなくて、動詞と一緒に使う時の疑問詞、何です。何かというと、ここで出てきた動詞は、タクタール、タから始まっていますので、ここでは、 あなたは何々するという意味の動詞未完了形です。意味は選ぶ前回説明した選ぶという動詞です。あなたは何を選びますかという意味で疑問詞のマーザーが使われています。あなたは何を 選びまではい、さてこの動詞のん由来型崩れがどのように起こっているのかというのを説明します前回すでにご紹介した通りこの動詞は第8形の動詞です第8形の動詞というのは「い」から始まって途中で「た」が挟まって 第2語根第3語根を言うというのが特徴でした選ぶという動詞の場合は語根が「は」「や」そして「ら」でした問題は第2語根が弱文字の「や」だということですそのままそのまま流し込むと「いふた」「や」「ら」になってしまうんだけれども この「綾」のところが型崩れの原因になり実際は原型は「イフターラ」ですよというところまでは説明しましてさらにこの官僚形の認証変化をご紹介しました今日は官僚形じゃなくて未官僚形が出てきてますのでその話をします 第8形の場合未完了形ってどんな形になるんだったでしょうか未完了形はその最初に認証を表す 1, 1文字を置きますよね例えば私は選ぶだったら「あ」をつけますその後で もともとの部分を言うんですけれどもこの1文字目がえっと8第8件の場合は1文字目がもともとアリフなのでここが隠されて見えなくなってしまいますかぶされて、うん、隠れてしまいますだから 型で言うとえっとこうか「た、ま」はそのままでで第二母音が「い」に変わってこうですね第八形の型の通りであれば第二母音を「い」にするっていうところは注意必要だけれどもそれ以外はそのまま「た」が挟まったままでこういう型になります。 例えば「私は聞く」だったら「アスタミオとかですね今回は語根がハ「はやら」ラなのでそのまま流し込むと「あくたいる」となってしまいますやはりここで弱文字の「や」のところが型崩れを起こしますこの あ,あ,あい,いってなってるところが多分言いにくいですよね。なので実際には「アクタール」となります。これアラビア文字で書くと「アクタール」このようになります。 私は選選ぶ、ぶ。何々を選ぶ例文では私じゃなくてあなただったので「あ」の代わりに「た」が使われて「たくたる」と言っていました。はい、ということでこの動詞の場合は完了,完了形を見ても未完了形を見ても第二語根の「や」の文字が全く見えませんのでこの気配を感じ取るのは少し難しくなっています。 活用自体は規則的には起こっているんだけれども弱文字の影響で型崩れを起こした結果分かりにくくなっているということです。それがタカタール、選ぶ、あなたは選ぶという活用形の由来でした、成り立ちでした。少し場所があるのでついでに あなたは選ぶの3種類復習しておきましょうあなたは選ぶ例文では一番デフォルトのあなたつまり暗黙のうちに男性のあなたを相手にしたような聞き方になっていましたタクタール だけどあなたが女性の場合もあるしあなたが複数の場合もあるしもっと言ったらあなたが総数の場合だってまあ活用表情はあるわけですそれを復習しましょうもしこのあなたが複数だったらあなたを選ぶっていうのをどのようにして表現するんだったでしょうか このデフォルトの活用形をもとにして語尾を付け足すんでした複数の場合は「う,う」「う,う」じゃない「う,うな」ですね間違った早速間違えました「う,うな」なんとかう「うな」っていう語尾を付けるのが複数の場合でした これをアラビア文字で書くとタフタールーナこうですねタフタールーナなんとかウーナっていうところが複数を表します次あなたが女性の場合どうするんだったでしょうか これも語尾で表現されます。タ d クタ,タクターリーナ。なんとかいいな。という語尾を使って表現します。アラビア文字で書くと、こうですね。タ,クターリーナ。 ななんとかいいなの語尾で女性を表しますあと、まあ、よく使うかどうか分かりませんけど複数に対して総数っていうのもアラビア語ではありますよね2人のあなたに対してあなたは何を選びますかって例えば言いたいとしたらそれどんな状況だよと思いますけどその場合は語尾は「あーに」 を使います「うーな、いいな」ときて、総数の場合は「あーニです。アラビア文字で書くと、「あーに」こうなります。たくたらーに。なんとか「あーニという語尾が総数形の時に、毎年の,のように出てきます。 これちょっと別の話ですけど認証変換の復習としてご紹介しました今回は第8形の動詞の選ぶ選んだという動詞を例にとりまして未完了形が型崩れを起こしているところを説明しましたあなたは何を選びますかマザタクタールという例文でした今日はここでおしまいですおやすみなさい